京介氏、キリリン氏の怒りを鎮めなければ。そう言われてもよ。ならばツーショット会話でござる。ツーショット会話？なんだそりゃ。キリリン氏とまっすぐ向き合い、一対一で会話をするのです。相手のセリフに適切なツッコミを入れるでござる。わかった、やってみるぜ。気をつけてくだされ。時にはツッコミを入れないという選択も必要ですぞ。何ごちゃごちゃ話してんの、この変態。見てよ。落ち着け、キリノ。これは誤解なんだ。うっさい、言い訳すんな。さすが京介氏、見事なツッコミ。キリリン氏の怒りが和らぎましたぞ。え、今ので和らいでたの？わかるか、そんなもん。で、見たの？は？見たのかっての。何を？だから、黒いのの、パンツ。見てねえよ。嘘つき、見たんでしょ。本当だって。疑うなら場所変わろうぜ。この位置からじゃ見えないってわかるから。試したでござるか。お前はもう黙ってろ。あっさ、見てないんだ。バカじゃん、紛らわしいことすんなっつうの。おお、さすが京介氏、キリリン氏の誤解が一つ解けたようですぞ。え、いや、でも今バカじゃんって言われたぞ。最後に一つだけ聞くから。うん。あんた、私がいない間、妹の友達を自分の部屋に連れ込んでたって。そうだ。だけど、これには理由があるんだ。はぁ？沙織と黒猫は、お前がいない間、俺が寂しがってるだろうと心配してくれたんだよ。それで、ちょくちょくここに遊びに来てくれてたんだ。なのにお前が怒るのは、違うだろう。あんた、私がいなくて寂しかった。君はどんだけシスコンなんだって。